皆さんこんにちは。2022ここが出た管理業務主任者本試験回答速報を始めてまいります。担当はレク専任講師の有山です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではこちらの動画で、私はですね、標準管理規約と、適正化法について、軽くですね、所感といいますか、どういった問題が出たのかというのをね、皆さんと一緒に振り返りをしていきたいというふうに考えております。まずはじめに今回ですね、管理業務主任者資格試験受験された皆様、お疲れ様でした。まだね、合格基準点なんかもちろん出ておりませんから、どうかなっていうのはね、わからないところだと思いますけれども、ご自身のね、解いていただいた感覚としてはいかがでしたでしょうか。ちょっとね、今回の動画では大変恐縮なんですけれども、合格、予想点というふうに言うんですかね、何点くらいになりそうというのをお話しできないのですが、一応ね、皆様がどれくらいの難易度だったのかというのを、考えるにあたって、参考程度に私個人的な考えとしてどれくらいの難易度だったのかというのをまず初めにお話ししておきたいなというふうに思います。今回の管理業務主任者試験は、ちょっと内容で言うと、なんて言うんでしょう、見たことがないような問題、要は過去問でね、なかったよねこれっていうような問題も、ちらほらありましたね。例えばちょっと計算がね、必要なんじゃないかというふうに一見すると見えるようなね、問題ですとか、ちょっとね、新しい形式での出題も、あったかなと思うんですけれども、全体的な難易度でいうと、これは個人的な考えになりますけれども、例年通りかやや優しいかなというふうに現時点では考えております。もちろんね、全ての問題の、皆様の正答率ですとか、そういったところでね、今後変わってくる部分はありますけれども、現時点では昨年と比較すると、同等かやや解きやすかったかなというのが、現時点で私がね、個人的に感じているようなところです。で、私が担当しております適正化法と、規約に関して申し上げますと、今回ね、適正化法が穴埋めが2つございまして、で組み合わせが1つ、個数問題が1つと、で、多種選択の通常通りの問題が1問の全5点でしたね。問いの46から問いの50までがね、適正化法になりますけれども、個数問題がそこまで多くない、例年個数問題がやや多い傾向にあるんですけれども、それと比較しますと穴埋めがね、2つもございましたので、特に例えばですけど、穴埋めの冒頭ので言うと、問いの47番、問いの47番が適正化法の72条の重要事項の説明からの出題になりましたけれども、こちら基本的にその管理業務主任者がやるべきお仕事について、業務についてしっかり理解していれば、ある程度ね、対策取りやすかったかなと思いますね。ただその選択肢でいうと、あいうの穴埋めがあって、そこに選択肢がね、4つあるので埋めていくっていう形になりますが、やっぱり管理業務主任者がアに入るだろうというのは、おそらく皆様ね、ある程度察しがつくだろうなというところで、やっぱり選択肢見ても、従業者っていうのは選択肢の1個にしかないですね。で、ついでイの内容に関しましては、前日なのか1週間前なのかっていうところで、これはね、正直基本的な知識ではあると思います。その1週間前、説明会の日の1週間前までに手続きをね、してちゃんと交付しておきましょうというような話ですけれども、もし仮にその1週間前っていうのが入っていなかったとしても、さすがに前日はちょっとギリギリすぎるんじゃないかっていうので、なんとか当たりはつけられたんじゃないかなと思いますね。で、問題はうの内容になりますが、ここ認定管理者等と、漢字が入ることになりますが、この認定管理者っていうのがやっぱり新しいね、内容になりますから、ここのキーワードをしっかりね、出せたかどうかで、もしかしたらちょっとね、正解紙導き出せなかったっていう方もいらっしゃるかもしれないんですが、この47番のその穴埋めに関して、5句の組み合わせに関して申し上げますと、あは管理業務主任者が入り、いは1週間前が入り、そしてうは認定管理者等
が入ることになりますので、これの問いの47の正解手番号に関しては現時点での判断は4、選択肢の4が正解詞というふうに判断しておりますね。あともう一つ問いの50も穴埋め、語句の組み合わせの問題が出題されておりました。これも、これは56条の1項の内容からの出題ですけれども、これもね、もしかしたら事務所と営業所で若干ね悩まされた方もいるかもしれないですけれども、割と基本事項になりますから、あとは数字のところがね出てこなかったらちょっとうんっていうところかもしれませんが、まず、あに関しては事務所が入り、でサクッといっちゃいますけど、いに関しては30が入り、でうに関しては6が入るという、これはもう知識の問題になりますので、ここがねどれくらいの正答率になるのかっていうのにもちょっと影響はしそうですけれども、割合ね語句を入れましょうという、穴埋め問題に関しましては個数問題と比較するとやっぱり正答率は高くなるかなというふうに考えておりますので、その点でいうと適正化法は若干解きやすかったんじゃないかなというふうに現時点では判断しております。でそして、組み合わせ問題見ておきましょうか。組み合わせ問題が今度問いの48番になりますけれども、この問いの48番は管理業者が管理事務を受託する際の内容、適正化法からの内容になりましたね。で、正解詞としましては、ごめんなさい、先ほどの、問いの50番に関しては正解詞番号は 4ですね、4ですね。で、問いの48に戻りますが、問いの48番は、正解詞番号は、1番、つまり適切なものをすべて含む組み合わせとしては、あといが適切であると。ということはうが、不適切であることを、しっかり導き出せればこれはねサクッと解けたんじゃないかなと思うんですけれども、うを見ていただくと、問いの48のうを見ていただくと適正化法上の、これで74条なんですけど、一括再委託、機関事務一括再委託しちゃったらもはやそれ機関事務一切やってないと管理業やってないんじゃないですかっていう話になりますから、機関事務について、承諾すればとか言ってますけど、承諾していようが何であろうが管理事務、機関事務についての一括再委託は、できないですよね。一括再委託禁止されているというのがサクッと出てくれば、もううが、含まれてない選択肢っていうともう1番しかないですから、一撃でね選択肢の1が正解しというふうに出せたんじゃないかなというところでございました。でそうするとちょっとね、あが若干文章量がありますから、って悩まされた方もいるかもしれないので、そこの部分気づけたかどうかでちょっとね分かれそうなところではありますが、割とねこれもそこまでこう難易度が高い問題だったかというと、そうではなかったかな、解きやすいんじゃないかなというふうに判断してますね。あとはそうですね、個数問題がまあったような形ですけれども、これは、問題ないかなと思いますね。はい、適正化法に関しましてはこのあたりいいかなと思います。そうですね、個数問題もちょっとね悩ましいところはあったかもしれませんけれども、はい、では今度規約に移っていきたいと思いますが、規約はですね問いの12、13とあと少し飛んでますね、問いの30あたりからバーッと続いているような形です。ちなみに全体的な全50問の中での今回の個数とか組み合わせとかの数なんですけれども、個数問題が10個、50問中です、個数問題が10個、組み合わせ問題が2個で、穴埋め問題が4個ですから、穴埋めが若干今年は多かったかなというところですね。適正化法で穴埋めっていうのは、過去にもね出てきていることは何回かあるんですけれども、適正化法以外のところでも何箇所か穴埋めがありましたので、全体的にねそれで考えるとちょっと解きやすいものもあったかなというふうには判断しています。で、標準管理規約に関してですけれども、まず担当型からさーっと見ていきましょうかね。まず問いの12は幹事についての、
まあ、最も不適切なものを探してくださいという問題でしたが、現時点での判断として不適切なものは、せかし番号4、足の4が不適切というふうに判断しております。これどういうことかというと、理事の方が不正の行為をしたと、でそれを、まあ、幹事の方がこう見てたわけですよね、まあ、それを知ったと。でその時足の4番の記載の内容ですと、まあ、その理事が不正の行為をし、もしくはその行為をする恐れがあるぞっていうふうになった時に、幹事がもう直ちに理事の皆様と理事会を開きますから集まってくださいっていうふうに、幹事が直ちに理事会招集できるみたいなことを言ってるんですが、これ正しくは、まあ、幹事がその不正の行為をするあるいはする恐れがあるっていうことを、まあ理事がねしそうだっていうのを幹事の方が気づいたと。で気づいた時にはまず理事長に理事会の招集を請求することができると。だから幹事が自らその理事会の招集権限を持っていて、はいじゃあ理事会開きますから集まってくださいっていうふうにやるわけではなくって、まず理事長に報告をすると。で理事長に必要があれば理事会の招集を請求することができるという話になると。そして、一定期間経過してそれでも理事長が理事会を開いてくれないっていうふうになった場合には、幹事が理事会の招集権限を得る、理事会を招集できるようになるというような内容が正しい内容になりますので、直ちに理事会を招集することができるっていうふうにも権限があってすぐできますって言い切っちゃってるのは、明らかにおかしいというふうに判断できたかなとは思いますね。なのでこのあたりに関しては割とこの問いの順にもそこまでこう癖があると言いますか、ひねったような内容ではなかったんじゃないかなっていうふうに思います。そこまで難しくはないというふうに感じています。そしてそのまま問いの13もね、担当型からの内容でしたが、これは会計等についてですね、最も不適切なものはどれかということで、こちらもですね正解紙番号は4番が不適切な内容になっております。基本的にこれ4番どういう内容かというと、催促を変更しましょうということなんですが、催促の変更を総会の特別多数決議でやらなきゃダメよっていうふうに言ってると。そもそも特別多数決議でやるっていうことは、つまり4分の3以上でやるのが大変だから、その催促というものを置いていて、その催促であれば規約の変更ではないので、規約はねほら特別多数決議によらなければならないという前提がございますでしょ。だけど催促で細かい内容を決めていけば、その催促の変更に関しては特別多数決議でやらなければならない事項ではないので、要はルール変更とかをしやすいよねということになる。なので催促の変更に関しては特別多数決議ではなく普通決議によって行いましょうというのが、誤っている内容ですね。その特別多数決議を経なければならないと言っている点で、足の4が現時点では不適切なものというふうに、こちらでは判断しております。でそこから少し飛びますね、問いの30あたりからまた標準管理規約担当型出てきますけれども、やっぱりウェブ会議システム出てきましたね。受験されてる方とされてない方もちろんいらっしゃるかと思うんですけれども、先週の日曜日に行われておりましたマンション管理士の資格試験でもウェブ会議システムがですね、立て続けにパパパッとねいくつかの問題で出題されたんですね。なので、ウェブ会議システムちょっと来そうだぞっていうふうにマンション管理士受験されて、ちょっと当たりをつけてねしっかり復習をされていた方は、ウェブ会議システム来た時によしというふうになったかなと思うんですけれども、まず問いの30の、足の4でウェブ会議システム、出てきていると。そして、問いの31番、問いの31番の個数問題、これも担当型ですけれども、こちらも意の内容にウェブ会議システムを用いて、理事会を開催するというのが続いておりますね。で実際の本試験の問題冊子でいくと、1個のページに問いの30と問いの31がね確かまとまっていたと思うんです。右側にねまとまっていたかと思うんですけれども、そこの部分で立て続けにウェブ会議システム来たので、ちょっと対策取ってなかった方は若干ここでげんなりしちゃったっていうのもあったかもしれないですね。新しいところで言うとね、その辺は、ちょっとね改正ポイントとしては、注目度高かったかなと思います。
そして、まあ、32、33と、まあ、怒涛の個数問題が続いていたので、ちょっとねその点で言うとね悩ましい部分はあったかと思います。でこの辺の、まあ、要は個数問題っていうのはしっかりある程度理解していないと、どうしてもね正答率が高くならないといいますか、正解するのが難しい部分になるので、ただねこの辺の、理解度によってやっぱり合格の基準点とかもね若干影響してくるんじゃないかなというふうには考えております。そして32番はね個数問題である上に単等型と団地型と複合用途型によればどうでしょうかというふうに言っていますから、まあ、ちょっとねその複合用途型の例えば絵の内容でいうと店舗の営業の、ね、制限が議題になっていると、区分所有者がどうこうとかね言っていますから、ちょっとねこの辺は、まあ、難しい簡単っていうのは一概に言えないんですけど、若干ね解きにくさはあったんじゃないかなというふうには考えております。はい、では、まあ、このあたりでね適正化法と標準管理規約についてお話を、まあ、させていただきましたが、やっぱり皆様がね一番気になっていらっしゃるのは、まあ、何点が合格ラインになるんだというところだと思います。で冒頭でも申し上げましたが、現時点で、まあ、データを、ね、集計しているところになりますので、まだ合格の予想ラインというのは、こちらの動画で発表ができないんですけれども、まあ、皆様ね気になると思いますから、私個人的な考えとしましては、昨年と同等かプラス1点ほどかなというふうには考えております。まあ、1、2点、まあ、若干聞かれている内容としては割と基本的なものや、あとはですね過去問で対策をしていれば、もちろんねなんだこれっていうのはいくつもありました、あったんですけれども、ある程度の得点は可能だと思いますので、そこまでねその例えば30点台のすごい前半の方とかにはならないんじゃないかなというふうには現時点では考えております。まあ、ただね今もちろん気になると思うんですごくドキドキされてるとは思うんですけれども、今じゃあ合格ラインが何点だ何点だっていうのを、まあ、気にしてももう試験自体はね終わっておりますから、もちろんね気持ちとしては落ち着かないとは思うんですけれども、今日はねご自身の、まあ、努力を ねぎらっていただいて、特にマンション管理士からね受験されてた方は2週連続の資格試験ということで大変お疲れかと思いますから、まあ、しっかりねご自身の努力をねぎらっていただいて、ゆっくり休んでいただきたいなというふうに思っております。はい、それでは、2022ここが出た管理業務主任者本試験回答速報、規約と適正化法に関しましては以上といたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。受験された皆様お疲れ様でした。